平義政は、平安時代中期の武将。平高持あるいは平良持の子。筑波山独の日立国水森は本拠とし源の守るの娘を妻とした。森の子タスクラと老いの正門が争い、タスクラ兄弟がち地に視野に、国家が巻き込まれ、亡くなった際、東高持泣き後和佐助を次一族の長であった。両県は、不介入であったが、義政は、 一族の正門ではなく外縁の源氏に真っ先に、加勢して正門と争った。この、吉政の行動により争いが、ますます激化する。上平5年10月、吉政は、正門追悼の兵を挙げ、それを察知した、正門もすぐさま出陣。21日、日立国に張り軍川曲村にて戦闘となる。双方激しく戦った末に吉政は敗走。 マサカドは、翌日本拠の下佐国と田に引き上げた。その後義政は、上佐の両県にマサカドの乱暴を訴える。マサカドの学府でありいわば親権者でもある両県も、放っておけず、上平6年6月、両県は、義政や国役にかの子貞盛らと共に、下付国境にてマサカドと対戦。両県がマサカドとの対立の中心に立つようになり、州都と向子の争いになった。 現在は嫁入り婚であるが当時は、婿が嫁の家に通うのが原則であり、両県の娘が正門の元に走ったことにも、高層劇下の一因がある。ありがとうございます。